こんにちは、レイセンです。今日は1月30日日曜日になります。実験生活1386日目、だいたい海苔とドリンクで生活実験、今日30日目です。天気は晴れ、一応晴れかな、曇り、雲多いけど、現在時刻は午前10時36分ですね。で、今日も海苔と夏目でやっていきます。あとまあちょっとだけね、ひまわりの種食べるかもしれないってところです。で、ドリンクはトヤミックス、これ1トヤを 2,3 杯作って、あとは水ですね。水は1杯はメープルレモン水ってところです。そんだけかな。で、買い出しでちょっと海苔とあとみりんですね、買ってきます。あと水汲みですね、神社の水汲み、井戸水をね汲んでくるっていう、それをする予定です。だけかな。そしたら始めていきます。今日の一杯目入れていきます。雪豆乳を300、ちょっとすき焼きのタレ作らないと海苔が食べれないんで、このあとタレ作って、でもう前に買った、これ1200ですね、前に買った有機醤油、あれがあとちょっとなんでね、それ使い切っちゃって、あとみりんも、手持ちもあと少しなんで、あとこんだけなんでね、こんだけ、足りんかったらちょっと1階からなんかみりんもらってきてで作ろうかなって、で作って海苔食べて、それから水汲みと買い出しですね、できます。あと水を900ほど水筒に入れたいんで、これね、この中に、一応立つは立つんだ、なんかね、ステンレスの水筒、とにかくね、前に味が変わったコーヒーの時にね、味が結構大きく変わったりしたんでね、あんまなんかいい印象がないっていうのかな、ステンレスの水筒、なんだけど、まあ問題なさそうだったんでね、コーヒーじゃなければ問題ないってとこかな。なんで、熱したものを入れると味が結構変質するっていうのかな。これで900ですね。だいたいどの辺で900なのか覚えとけばいいかな。これはこれで飲んで、で、あとメープルレモン水作るんで、両方あるとねいいんだよ。広島レモンを 5g、で、カークランドのメープルを 5g、このままかな、大体だけどね、あと海苔はこれね、これ特選って書いてあるけど美味しくないんだよこれ、ちょっとね、わかりにくいんだけどさ、その、ツヤのないところ、ツヤ消しのね、破片が割とあるっていうのかな。わかる？わかりにくいよね。ツヤ消しの破片がね、ポツポツあるんだよ。ポツポツ。こういうのはね、美味しくないね。マジで美味しくない。な、買うときにね、綺麗にね、全面綺麗にツヤがある状態っていうのかな。
そういう海苔を買った方がいいですね。味が割と違う。うん。うん、あと、青さがまだあるもんで、もしかしたら青さ取るかもしれないですね。うん。醤油でね。新しく買った醤油。海のせいだね。海のせいっていう醤油ね。あれで、ちょっと青さ食べるかもしれないですね。うん。一回ちょっと食べてみたいしな。うん、醤油、美味しい醤油だったらね、うまいと思うし。あと、夏目ですね。夏目とひまわりの種ですね。これでやっていきます。今帰ってきました。水汲みと買い出しですね。行ってきたところです。買ったものこれね、海苔少々破れっていうハマオと思いますですね。これをパックですね。5パック買ってます。で、あとこれ牛角のふりかけ、前買ったやつだね。これまあ添加物もあと動物性のものも入ってないんでね、寒のり、いや星のり韓国産と、コーン油、いりごま、ごま油、オリーブオイル、食塩、砂糖ってところなんで、内容量は 20g ですね。まあ、これあと、スタイルワンの本みりん。これ、買ってきた。これ、原材料名は、もち米、過去タイ産国産とじ。米、過去国産とじ。米麹、過去タイ産米、国産米とじ。醸造アルコール、過去国内製造、ベトナム製造とじ。糖類、過去国内製造とじ。ってとこですね。で、アルコール分は 12.5 度以上、13.5 度未満。で、1リットルってところです。製造は、流れ山、キッコーマン株式会社ですね。で、エキス分45度ってやつ。で、この同じね、キッコーマン、この流れ山キッコーマンが作った本みりんだね。売ってんだわ。値段がね、だいぶ高い。300円ぐらい高かったかな。うん。300円ぐらい高くなって、で、原材料名はね、同じなんだよ。ただ、アルコール分が1度高かったかな。で、エキス分も5度高かったかな。これ45度だけど50度だったね。だけどアルコール分が高いって醸造アルコールの量が多いだけじゃんなって思って。で、色合いもね、全く同じだったんだよ。うん。色同じだったら、まあ味もそう変わんないと思うし。うん。だったらこっちでいいじゃんなって思ってね。あと、魂に聞いたらこっちの方が良かったもんで。それで、このスタイルワンの本みりん買ってきたとこです。1リットル。なんでね、300円だったかな、これで。うん、まあ、これ、とりあえず使っていこうかな。これと、この間買った醤油ですね。うん、と、酒は、まあ、神棚にお供えしてる酒、お酒ですね。うん、で、塩は、タラマ島の純黒糖ですね。うん、都タラマ島産純黒糖ってやつ。うん、それとあと昆布だね。昆布と粉末入れて作るって形。すき焼きのタレはね。こんな感じです。あとはこれね。お供え用にね。金賞ナンバーワンブランド。大吟醸ですね。北秋田ってやつですね。お供え物にね、ちょっと買ってきたってところです。株式会社北鹿さん製造ですね。秋田県ですね。そしたら、まあ、この辺ね、これと、あと、まあ、海苔は、ちょっと、質の悪い海苔っていうか、ちょっと、足のあんまり良くない海苔だけど、まあ、これをちょっと取っていくんで、まあ、そんなところです。うん。したら、ゆっくりします。次入れていきます。生き豆乳を300。他は割といっぱいなんだけどね。で、これ1、200。どっかでジョギング行きたいなと思ってるんだけど。
天気曇ってるんでね、早めでもいいんだけど、そしたら撮ってきます。今10時10分ですね。ちょっと洗濯物干して、その後玄関の水拭きっていうか水掃除っていうのかな、水とブラシでね、綺麗にしてて、ちょっと時間過ぎちゃったけど、今から、10時ということでね、今から計測入ってきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、75.5 ですね。血圧109-77です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間8時間ほどとっています。翌日深夜0時半から5時半までの5時間と、同じく翌日午前6時から9時までの3時間、合わせて8時間ですね。ちょっと大体なんだけどね。5時半に起きて、で、そっからちょっとゲームやってたんだよね。ゲームやって、その後少し横になってたら寝ちゃって、で、9時ぐらいに起きたはずですね。6時から9時3時間も寝てなかったかもしれないんで、1、2時間ぐらいだったかもしれないんだけど、大体このあたり、ちょっと多めに見て8時間ってとこですね。で、ジョギングは今日は5キロ。あとウェイトトレーニングはなしで、懸垂14回ですね。ジョギング行く前に7回懸垂して帰ってきてから裏懸垂で7回ですね。この時には足も上げてね。足曲げて腹筋の方もね、少し負荷がかかるようにしています。日中の室内温度、午前10時20分頃計測で17度、湿度は 33% でした。飲んだもの、有機豆乳、今日は2杯で 600ml、 これ1も2杯なんで 400ml で、水は神社の井戸水で1200です。合計が 2200ml、 水1200のため実質は 1000ml になります。もう一杯ぐらい作りたかったけどな。まあいいや。あと、これプラス固形物。今日は干し海苔20枚。夏目 250g。これは適当です。あと、牛角ふりかけ海苔 20g。ひまわりの種少しってところです。夏目はね、今日結構食べてたね。YouTube 見ながらずーっとなんか食べてたね。大体だけどね、大体でも袋半分ぐらいもう食べちゃったんじゃないかな、今日。そのぐらい食べた。結構食べたよ。で、あと水に入れているものとして、メープルシロップ 5g、レモン果汁 5g です。なんかね、メープルレモンって言っちゃいそうだね。ふとね。思わずね。メープルシロップの方ですね。尿回数6回出てて、濃さ薄め平均的な濃さ、量は平均的な量でした。大便が今日2回出てます。1回目、正午12時55分頃。だから1時ぐらいですね。
色ヘドロ色、中太バナナ状40センチ、柔らかめで匂いは少しありってところです。2回目が午後5時15分頃、色同じくヘドロ色、中太40センチプラス細バナナ状20センチ、柔らかめで匂いは同じく少しありってところです。なので今日割といっぱい出てんだよ。1回目で中太バナナ40センチ出た後、2回目も同じく40プラスで20だからね、細20で。結構出たよね。で、おなら時々ありで、匂いは少し臭いってところです。なんかね、まあ、大便もそうなんだけど、匂いがちょっとあったね。うん。もうそろそろ、まあ、ゼロっていうかさ、うん。腸内環境はもう完全にね、善玉菌がもう制覇したみたいな。統一したみたいな。感じで、もう、おならもね、匂いゼロで、完全になしで。便もなしになるかなと思ったんだけど、なってないね。うん、もしかしたらひまわりの種とかね、夏目が関係してるかもしれないですね。今日の計測時刻は午前10時頃です。昨日よりも1時間ほど遅いですね。まあその分 0.1 キロぐらいは減ってることになります。体重 65.80 キロ。昨日に比べて 0.9 キロのマイナスです。なので昨日と同じ時間に測ったら 0.8 キロのマイナスですね。まあどちらにしても今日はだいぶ体重減ってる。うん。で、BMI 20.8 でマイナス 0.3、体脂肪率は 17.2% で 0.4% の減少です。なので体重もズドーンと落ちて、体脂肪率も結構そこそこね、そこそこ落ちたっていうところです。血圧109-77、最高血圧マイナス8、最低血圧マイナス2なんで、血圧も結構下がってますね。脈拍74でプラス5、ウエスト 75.5 センチで5ミリの減少です。で、今日の気づき。まずね、絶食してる時ってさ、トヤミックスでね、トヤミックスで絶食してた頃って、まあ、血圧もこのぐらいの数字なんだよね。110いかないぐらいとか、108とかさ、それぐらい最高血圧で。で、貧血のなんか症状がちょっとあったりするんだよ。なんかちょっとふらつくみたいなね。うん。バテやすい、ふらつくみたいな。貧血のような症状が、まあ、出たりするんだけど。うん。で、まあ、その血圧の低さだね。110いかないぐらいの血圧の低さと、貧血の症状っていうのは、まあ、ね、相関してるっていうかさ。結局血圧が低いもんでね、うん、その貧血の症状が出てるみたいな、そういうところがあるのかなって思ってたんだけど、今日見ると全然違うね。この109だからさ、その貧血が前ね、絶食の頃出た時と同じ血圧なんだよね、数字がさ。だけど海苔食べてると貧血の症状は出てこないんだよ。まあ、すごい楽なんだよ。な、楽でいて、それで、まあ、血圧は低いっていうね。なので、血の巡りがすごく、なんていうの、スムーズっていうのかな。うん、圧がかからないってことは、スムーズに、ね、流れてるってことだから。うん。調子がいいってことだよね。うん。な、血管の中がドロドロっとしてないっていう。うん。詰まったりしてないっていう。サラサラっとしてるっていう。うん、そういう状態なわけでは。まあ、断食絶食してる時だったら、すごくわかる話でさ。まあ、調子良くなるしね。まあ、血圧下がるのは、まあ、理にかなってるっていうか、まあ、当然かなと思うんだけど。うん、海苔でやっててもね、血圧同じようになるんだよね。絶食と同じ状態になるっていうのかな。海苔でやってても。血圧に関してはね。それでいて体の状態はいいっていうね。最高じゃん。最高だよね。だから海苔すごいんだよ、海苔。すごいんだよ。なので、やっぱ、血液だね。血液、血管の中をもう超正常にしてくれるっていう。すごくいい状態にしてくれる。まあ、絶食断食の時と同じぐらいのね、レベルにしてくれるっていう。完璧な状態にしてくれるっていう。うん、それでいて、ね、バテやすさもないし、貧血の症状も出ないっていう。まあ、そういう風になるわけだ。うん、バテやすさないって言っていいか。うん。ないって。この間ちょっとなんかバテやすい感じがあったけど、あれなんかでも霊っぽいんでね。霊症っぽいんでね。うん、霊症を除いたら、まあバテやすさはないかなって。うん。
で、今日はね、ジョギングがね、いい感じにできたんだよ。かなりいい感じにできたね。あれ、こんなに速く走れるみたいな。体が軽いみたいな感じだったね。だもんで、やっぱ海苔だね。海苔と夏目とひまわりの種。この辺でやっていくといいな。って思った。調子がいいですね。っていうところです。まあ、牛角ふりかけのりも結構いいのかもしれないけどな。今日2時15分、これまあジョギング行く前だね。行く前に食べてるもんで、これがもしかしたらプラスに働いた、まあちょっと考えにくいけどな。まあそんな感じでのりでやってると調子がいいですね。本当なんかね、いい感じに走れたよ今日。軽かったね。体が軽かった、あとは体力もあった、バテにくかったっていうのかな、割とね、歩いてる時間が少なく済んだっていうのかな。結構いい感じ。しかもあのゆっくりじゃなくって、割といい感じにね走れるっていう、ある程度の速度でね、こんなにいけるんかみたいな、そんな感じだったよ、多分ね。ノリだね。ノリでやってたら、ノリと夏目だねでやってたらいいかもしれないですね。やっぱり、調子がいい、血圧の状態もすごくいいし、体の状態もいいってとこですね。あと味も美味しいし、主食はやっぱ海苔だね。で、間食で夏目って形。まあ夏目自体甘いもんでさ、でいつも食べる時にね、まあ中に種が入ってるんだけどさ、なんで半分ちょっと食べてかじって、で種が見える状態にして、でそしたらこれだね、これあの甘栗だね。甘栗を食べる時のやつなんだけど、スプーンっていうのかな、これで種をね、種の周りをね、まあ外すっていうのかな、種にくっついてる実の部分をね、これでまあそぎ落として、で種だけきれいにね、種の周りについてるのだけこの先端でね、きれいに取り除いてね食べるっていう、そういうやり方、まあそれが一番いいな、今までいろいろな試してきてね、そうするとまああの誤ってね、誤って種を飲み込んじゃうってこと、そういうまあ危険性もないし、口の中でね、口の中で種を転がしてきれいにしようとするとね、誤って飲み込んじゃう可能性があるんで、であの種先端がねすごく尖ってるんで、針みたいに尖ってるんで危ないんだよね、飲み込んじゃうと。なんでまあなるべく口の中に入れないようにしてね、こういうものを使ってさ、こういうものを使って、でまあ種だけね、種だけきれいに取り除くっていうね、そういう食べ方をするのがいいんじゃないかなって思っています。まあ好きに食べたらいいんだけどさ、まあ、ただとにかくね、種がちょっとなんか危ない感じがするもんで、あれ、先端尖ってて、そこだけちょっと気をつけた方がいいってとこですね。食べるときにね、種だけ、気をつけるっていう、で、まあ、味は甘くて美味しいし、ね、漢方の生薬だし、夏目自体、あれいいな。だと値段もまあ 500g で400円だからさ、超優秀だよね。超優秀だ。あれがずっと買えたらいいんだけどな、あれが業務スーパーに置いたらうちはいいんだけど、置かなくなったらちょっと高い夏目をね、ネットで注文する必要が出てくるっていう。そしたらあんまりバカスカ食べられなくなるけど、まあでもゆくゆくね、だんだんと量を減らしていくもんで、まあその時はね、もう量を減らしなさいっていうね、そういうことかなとして、まあ少ない量でねやっていこうかなと思っています。結局ね、少ない量でもねやれるんだよね。やろうと思ったらやれちゃうんだよ、だけどまあ食べれるうちは食べたいもんで食べちゃうんだよね。どっかで踏ん切りつけてね、減らしていくって必要があるんだけどね。まあそんなところです。夏目超優秀ですねあれ、でまああの今日1月30日なんだよね。1386で、まあ海苔とドリンクで生活実験30日目、でやってるんだけど、一応まあ毎日ね、今まではね毎日アップロードしてたわけだ、だけどね、
今日までだね。毎日アップロードするのはもう今日までですね。今日まで。今現在が1月31日なんだよ。うん、だから今日まではアップロードする。この動画だね。この動画までは毎日だね。アップロードするっていう形のスタイル。で、明日からだね。明日から。だから1月31日以降のね、動画に関しては、週1ですね。週1。まあ、土曜か日曜日にアップするっていう形ですね。動画の投稿をするっていう形です。うん。まとめてね。1週間分まとめてね。うん。で、やっていきます。で、31日までは、トヤミックスありですね。で、やっていく。で、2月1日入ったら、トヤミックスなしで、このタイトルだね。だいたい、ノリとドリンクで生活実験っていうタイトルをやめて、で、新しく、だいたい、ノリと夏目と水で生活実験ですね。2月1日がその1日目っていう形になります。で、それ以降は、まあ、ちょっとしばらくね、それでやっていくんで。うん、まあ、だいたいだけどね。他にも牛角ふりかけ海苔とかさ、買ったりするけど。まあ、生揚げに関しては、魂がね、あんま良くないっていうもんで。うん、生揚げは、ちょっと今日もね、買い出し、行ったけど、結局買わなかったんだわ。うん、魂が良くないっていうもんで。これ多分ね、牛角ふりかけ海苔にしたんだけどね。なのでね、感触として、まあ、夏目以外のね、もの、なんかスーパーに売ってるもので感触としてね、OK のものっていうと、まああれぐらいになっちゃうんだよね。ジャバン海苔か、まあ、牛角ふりかけ海苔だけど、体に入れた時のフィーリングは牛角ふりかけ海苔の方がいいもんで、ジャバン海苔あんまり良くないんだよね。多分精製塩使ってるもんで、その辺がマイナスなんだろうと思うんだけど。あともしかしたら油の質とかね、あるかもしれないけど。なんで、まあ、牛角ふりかけ海苔に変えたんだけど。だから生揚げも一応基本なしだけど、まあ、どうしても食べたい時は食べるかもしれないし。あと、ひまわりの種もまあ、少しね、取ったりとかするし。うん、で、牛角ふりかけ海苔も取るから、大体っていうね、大体っていうタイトルだね。大体、海苔と夏目と水ですね。で、生活実験。2月1日からやっていきます。なんでね、今後は週1でアップするっていうのと、まあタイトルが変わるっていうね。まあそういう話です。そんだけかな、うん。で、まあ今後もジョギングがちょっとどうなるかわかんないね。できたら朝走りたいんだけど、まあ朝5時半起きで、まあちょうどいい感じなんで、ジョギングするとなると、まあ、さらにそっから1時間ぐらいは早く起きないといかん。4時半。まあ、4時起きだよね。4時起きに、か、あるいはもう帰ってきてからですね。まあ、夜ジョギングするって形ですね。まあ、そっちになるかな。多分、夜ジョギングすることになると思うんで。うん。なんで、まあ、ジョギングは2日に一遍はしたいと思っています。うん、2日に一遍はジョギング。で、あとはウェイトトレーニングだね。ダンベル使ったウェイトトレーニングも、まあできたら2日に一遍ぐらいのペースでね。交互にね、交互にジョギングの日、あとはまあダンベルの日、ジョギングの日、ダンベルの日みたいな感じで。まあ交互にやっていけると一番いいなと思ってるんだけど、まああんまりそれもちょっとね、毎日すぎるとね、しんどくなってくるんで。まあちょっとね、何もない日っていうか何もやらない日っていうのもまあちょこちょこ設けつつね。うん、ジョギングができたらでもね、2日に一遍ぐらいやるのが一番調子いいかなとか思うんだけどね。まあ、ダンベルの方は、まあ、あんまりね、あんまり頻繁じゃなくてもいいかなっていうところでやっていきます。あと、まあ、夜もできたら風呂に入りたいなってところですね。やっぱ風呂入ると、まあ、簡単に寝れるもんで、眠気がすぐ来るっていうか、うん、まあ、熟睡しやすい、爆睡しやすいっていうのかな。うん、だから睡眠の質を上げるのにね、夜寝る少し前に風呂に入るっていうね。ちょうどね、風呂に入って戻ってきて少し経つとね、なんか眠くなるんだよね。ふわーって眠くなるんだよ。だそれを利用して寝るっていうね。だからその眠くなるのをちょっと我慢してるとね、眠気が治っちゃってるのかな。眠気が来なくなるっていうのかな。落ち着いちゃうんだよね。うん、そうすると、まあしばらく寝なくても良くなっちゃうんだけどさ。なので眠たくなるタイミングだね。風呂上がりの後に来る眠気のタイミングを利用して寝るっていうね。
まあ、その辺をちょっとね、今後は徹底させていきたいな。睡眠の質を上げるためにね。と思っています。まあ、10時ぐらいになったら、ちょっとダンベルとかね、やって、で、風呂入って、で、それから、まあ、布団にね、もう入っちゃって。で、眠たくなってきたら寝るみたいな。まあ、本とか読んでもいいし、まあ、ちょっとゲームやってもいいけど、ゲームがね、やっぱやってると疲れちゃうんでね。頭が疲れちゃうっていうのかな。あれあんま良くないね。まあどうしようかなってとこです。YouTube 見るなり本読むなりして、で眠たくなってきたら寝るみたいな。そういう形で進めていこうかなと思っています。そんだけですね。あの牛角ふりかけのり調子いいですね、あれ。あれ、まあ体に入れた時のフィーリングがいいし、あと甘いもんで。まあ、感触としてまあ優秀かな。値段も150円ぐらいだしね、税込みで。そんだけですね。夏目はね、あまりたくさん食べてるとね、まあちょっとなんかね、もういいかなみたいな感じになってくるんで、そしたらまあひまわりの種とかね食べたりするってところで、あと海苔はまあ20、まあ2、30枚だけど、30枚結構多いなっていうところがある。まあ、仕事するようになったら30枚食べるかもしれないですね。朝昼晩とね、10枚ずつで。まあ、20枚だったら1日500円ぐらいでやれるもんで、まあ、そのぐらいでやれると一番いいかなと思ってるところです。そのだけですね。調子はいい。今日はとにかくあの砂糖だね。砂糖の入ったあの生八つ橋とか赤福。あれをまあね、取らないようにできたっていうところが大きいかなって。夜までね、ずっと1階の台所のところに置いてあったんだよね、赤福と。だもんでね、まあちょっとね、まあ、食べたくなって手をね、出しちゃったらもうアウトみたいなさ。まあゲーム感覚だけどね。ゲーム感覚でね、これをとにかくね、食べないようにするっていうね、ところでね、今日は進めていったんだけどさ、食べないようにできたんでね、よかったです。あれで食べちゃってたら、もう今ね、朝、翌朝起きた時に、もう腸環境が悪くなっててね。ああ、やっちゃった、みたいな。またか、みたいな。だけど、まあ、クリアできたんでね、よかったかなって。あと、肌の状態がね、まあ、少しちょっと良くなってきたかな、とはちょっと思ったね。今日ね、夜中に、ゲームやってる時とかに、まあ、ブラックアウトっていうか、まあ、画面が黒くなった時にさ、その端末って黒くなるとさ、鏡みたいになるじゃん。鏡のように顔が映るじゃん。自分の顔が映った時に、あれ、なんか肌の状態いいかなとか思ったね。割と、まあ今日はなんかね、肌の調子がいいかもって思った。牛角ふりかけのりのおかげってことはないと思うけどな。まあ、海苔と夏目とひまわりの種。まあ、この辺がプラスに働いてるんじゃないかなとは思うけどね。今後ちょっと牛角ふりかけ海苔も、まあ、ちょこちょこ取ってみようかなって思っています。一応、あん中にも油が入ってるからさ、その油がプラスに働いてる可能性もゼロじゃないかなと思うんで。ただな、海苔とかね、まあ、海藻に関しては肌を良くするっていうね、そういう話があるんで、まあ何かしらね、まあプラスに働いてるっていう、可能性は高いよね。海苔の方でね。あと夏目もまあ生薬だし、薬だし。で、まあ血のね、方だね。血管とか、まあ血液関係にすごくいいもんで。血液の状態が良くなって流れもいいってことは、当然細胞もね、活性化するっていうか、細胞も元気になるわけだから。そうするとまあ肌の状態も良くなるよね、普通に考えてね。だから海苔と夏目の影響というか効果が大きいんじゃないかなと思ってるけどね。あとまあバイオリズムもあるかもしれないですね。そんな感じです。とりあえず体重ちょっと減ってくれてよかったかな。体重体脂肪率、あと血圧がまあこのぐらいに落ち着いたのは結構嬉しいですね。結構嬉しい。そんなところです。なんでちょっとしばらくね、しばらくは、まあ、お会いできないですね。週一なんでね。明日以降ね。ってところです。
で、まあ、計測に関しては土曜日か日曜日ですねに計測する、アップする日に計測するんで、それまでは、まあ、毎日ね、今日何日ですよ、でね、実験生活何日目ですよ、で、あとまあ、食べたものだね。食べたもの、今日何を食べた、あと運動した量だね、運動量。まあ、ジョギング何キロとかさ、あとまあ、ウエイトトレーニングはどうだとか。まあ、その辺と、あとまあ、尿とか大便だね。大便とかおならですね。そのあたりの説明はするですね。毎日するんだけど、入れるんだけど、アップはしないけどね、アップはしないけど、まとめるんでね。うん、毎日入れるけど、ただ、体重、血圧、ウエストに関しては、まあ、週に1回でいいだろうっていうか。うん、まあ、結局ね、まあ、夜とかに計測してもね、意味ないからさ、うん、体に食べ物入れちゃった状態で計測するっていうのは、ね、意味ないからさ。うん、なんで、翌朝にいつも計測してるんだけど、翌朝はね、仕事だとやっとれんもんで、そんな時間とれんもんで、計測は。とてもじゃないけど無理なんで。うん、で、夜はね、計測する意味がないじゃん。うんうん、お腹に食べ物入ってるからさ。それだと体重体脂肪率の正確な数字出ないから、あとウエストに関してもそうだし、血圧に関してもそうだし。なんで、まあ、計測の意味がないもんで、翌朝に時間が取れる、まあ、土日ですね。土日に計測するしかないって話ですね。だから、まあ、計測は土曜日ないし、日曜日の日。で、あとは、ね、それ以外のものだね。それ以外の、まあ、飲食に関すること、運動とか、あと、大便とかね、尿回数とか、おならとか、は、一応毎日ね、毎日、まあ、記録取って、で、入れようかなと思っています。まあ、特にね、特に飲食は大事なんでね。何をどれだけ取ったかっていうね、飲んだか食べたかっていうね。それは、きちんと記録取ってね、で話すっていう形ですね。今日は何を取ったかってね、まあ、そういう風にやっていきます。うん、そんだけかな、そんだけですね。うん、そしたら実験生活1386日目完了です。それではまた明日。あ、明日じゃないな、明日じゃない、それではまた来週ですね。来週。